はい、始まりました。カッサンチャンネルです。今日はですね、カッサンチャンネルツーリング、前回は名古屋に、出撃しましたけども、今回ですね、四国の方に行きたいなと思っております。日にちなんですけども、2月の23の、3時に MD4 を出発しまして、徳島で一泊。一泊って言っても、まあ、快活クラブで一泊するんで、まあ、各自、まあ、勝手に、一泊するんですけども。で、そこから、まあ、夜はですね、四国のフォロワーさんとですね、まあ、ご飯を食べます。で、その日は泊まって、24日ですね、大崎の花展望所っていうところがあるんですけども、見晴らしのいいですね、バイカーが集まるとこらしいっていう情報を四国のフォロワーさんからいただきまして、そこを観光したいなと。で、その後ですね、まあ四国に行ったんで、その後みんなでうどんを食べて、で、まあ帰ってくるっていうですね、四国巡りのツーリング企画を考えました。で、参加するにはですね、ちょっと今回は高速道路に乗れるバイクを、持ってないといけないので、皆さんよろしくお願いします。でですね、こういうパターンもありです。別に23日から参加する必要は全然なくて、全然僕一人でも行きますんで、23日の、まあ、大体夜、まあ、9時ぐらいとかから、飲み食べに参加しに、まず来る、ね。そっから、明日、その24日参加するっていう人でもいいですし、24日の、その、大崎の花、展望所っていうところから参加する方も大丈夫です。その、大崎の花展望所っていうのは、こういうふうに、こう、例えば、大阪、岡山、山口ってこうあるとしたら、まあ、ここに四国あるじゃないですか。この辺なんですよ。だから、こう、来やすいんですね。広島、岡山方面からも来やすいですし、大阪方面からも、まあ、そこまで遠くないと。距離的にもですね、僕調べたんですけど、そんなに遠くないです。大阪からまず、徳島の快活クラブ、泊まるところまでは、だいたい、まあ、3時間。で、また、快活クラブ、徳島から、大崎の花展望所までは、だいたい1時間ぐらい走ればもう着くみたいな感じなんで、ですね。で、みんなで、写真撮影、トークショー。で、その後、うどんを食べて。で、まあ、帰ってくるという流れになっております。今回というかですね、前回、NSR で、名古屋まで走ってみて、いけるやんかと、全然 NSR250 と。さすが T2 レーシングさんで、フルオーバーホールしただけのことあるなって。安定した走りを、やってました。で、ETC もつけたんでですね、どんどん行きたいな。で、まあ、どんどん行くっていうのも、やっぱり3月、4月、どんどん、カツさんの仕事もですね、ちょっとまあ、入ってきてないですけど、多分入るだろうと。あったかくなったらね。だから、2月のうちにですね、まあ、NSR のレストランも、ツーリングも含めてですね、どんどん、活発化させていきたい。そして、名古屋の方と、まあ、触れ合ってですね、まあ、その時も、まあ、終わってからもですね、すごいやっぱり楽しかったと。ほんで、やっぱりその、会ってみて分かったこともあったっていうことが結構あったんで、やっぱ実際に会うっていうのはすごい大事だなと、お母さん自身もすごい痛感したんで、四国、まあ、行ってね、また四国の方の情報を得て、あ、ここは絶対寄った方がいいよって言ったら、もうそこも行くかもしれないですし、で、まあ、天候とかが、まあ、ちょっと左右されることがありますんで、もうちょっと天候、やばそうだったら、まあ、また前日、生配信して、中止するとか、どうだこうだっていうのはしたいと思います。今回はですね、そんな感じで、いきますよ。なので、まとめますね。2月23日、昼の3時、ね、15時、MDF 近くのローソンに集合、出発。だいたい、3時間で着くか、6時、7時ぐらいにはもう向こうに着いちゃいます。でそこでですね、快活クラブに入りまして休憩。で、夜ですね、四国のフォロワーさんと合流して、だいたいまあそうですね、9時ぐらいからな、宴会、泊まる。生配信するかもしれないんですね、快活クラブで。で、その後、次の日は大崎の花展望所に行って絶景を見ると。で、そこでバイクの撮影会。動画の撮影します。そしてみんなでうどんを食べに行く。そんな感じですね。で、まあそこでいろんな、情報した、ゲットした情報でもしかしたら多少ちょっと変わるかもしれないですけども、
今回もがっつり泊まって、四国ツーリング行きたいと思いますんで、ぜひ皆さん、参加する人は下に書き込みしてください。行きますとかね、この日から行きますとか、大崎の花から参加しますね。いろんな参加の仕方あると思いますんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ガスさんチャンネル、それではまた。あ、いいですか。あと、あの明日2月の15ですね。2月の15、2月の15なんですけども、金曜日ですね。7時45分から8時ぐらい、UK カフェで、金曜日、カスタンチャンネルバイカーズミーティングみたいな感じで、まあ、仲いい人が集まって、ね、ご飯食べたりするんで、よかったら来てください。あとちょっと先なんですけど、3月ね。これも仕事が入ったらなくなる可能性があります。この2月の予定も仕事が入ったらなくなる可能性ありますからね、カスさん。行かない可能性。多分大丈夫と思いますけど。3月17日、モーターサイクル、関西、大阪モーターサイクルショー。これもカスさんチャンネルプレゼンツでみんなで一緒に行きますんで。ぜひそちらの方も合わせてお願いします。それでは、本当にここでお別れしましょう。カスさんチャンネル、それでは。